アサハン川はインドネシアスマトラ島の北スマトラ州を流れる河川。スマトラ島の主要河川の一つである。クリップスマトラ島北西部。中央の湖が、トバコ、その東端から北東へ流れ出るのがアサハン川である。アサハン川の源流付近、ポルセアに架かる橋。1939年撮影。スマトラ島の北西部。 標高900メートルの位置にあるカルデラ湖のトバコが水源である。湖の東端に位置するトバ県のポルセアから流れ出し、バリサーン山脈の山地帯をおおむね北東方向へ流れながら、峡谷を形成して抜け、朝半県でマラッカ海峡に至る。トバコから流出する唯一の河川である。川全体の平均河川勾配は約166分の一であるが、 源流近くの 15km の平均勾配が約5000分の1であるのに対し、次の 15km は両岸を崖けに囲まれ多くの大小の滝や急流があり、平均勾配が25分の1と激変する。続く 15km も勾配50分の1の山岳地帯を流下し、それより下流は急流や平原、湿原を流れ海へ注ぐ。流域の気候は、 熱帯雨林気候にあたり、一年を通じて、高温多湿である。年間降雨量は、芝湖周辺では、約1700ミ、mm、リメートルだが、湖の東岸から南岸は2000ミ、mm、リメートル前後である。外林山の外れに向かうほど降水量が増え、4000ミ、mm、リメートル近くに達する地区もある。朝原川の上流部は、水量が豊富で多くの滝が存在し、 水力発電の敵地となっている。このため日本とインドネシアの共同開発事業、アサハンプロジェクトにより2つのダムと水力発電所が設けられ、クアラタ単巡航のアルミニウム精錬工場へ送電されている。流域の産業は、ココヤシ、油ヤシ、天然ゴムのプランテーション農業など、流域の最大都市である単純払いは、 支流の白宇川と合流する川口から1 0トルほどの地点に位置し、農産物の集積拠点となっている。朝半川の上流部には、2 0 0ルの落差を持つ、シュグラグラ滝、タンガ滝など多くの滝が存在している。巨大な天然のダムである戸箱に由来する毎秒100トン以上もの、豊富で安定した水量、水源から川口まで9 0 0ル以上に達する。 大きな高低差、約10メートルと川幅の狭い V 字強谷は、水力発電を行うために、世界的にも稀な高立地となっており、構造水力は100万キロワット以上とされる。このため、第二次世界大戦の前から、電源地帯として、開発計画があり、戦前には、創始国のオランダ、戦中には日本が、現地調査を行ったが、いずれも開発には至らず、日本の調査は、 廃線により中止を余儀なくされた。この日本の調査事業には久保田豊からが従事しており、後に日本が実現する開発事業にも関わることとなる。戦後にインドネシアが独立すると久保田が設立した日本公営が水力発電による豊富な電力とその電力を使ったアルミニウム精錬を組み合わせた計画を1953年に インドネシア政府に提示したが、戦時賠償交渉のもつれもあって、日本による事業の継続は不可能となった。日本が外れた後は、フランス、アメリカ合衆国、ソビエート連邦などが調査を行い、特にソ連は、インドネシアのスカルの大統領と、イデオロギーが近かったこともあり、1億ドルの長期借款を供与され1962年に開発契約を締結したが、 仮設工事程度しか進捗しないまま1965年の9月30日事件でスカルノが失脚すると撤退し頓挫してしまった。政変後にスハルト政権が発足すると1967年に日本公営が再び水力発電とアルミ精錬のパッケージ計画を提案。スハルトの経済開発優先方針や久保田と日本公営。 住友グループからスハルトへの働きかけもあり、日本が朝半川開発事業を引き受けることとなった。各国が失敗を重ねてきた朝半川開発はインドネシア政府の長年の祝願となっていたが、1970年代に入り、日本が政府開発援助を用いる形で、二つのダムによる水力発電とアルミ精錬工場建設の詳細な 事業計画を取りまとめた。この背景にはオイルショックによる電力コスト高騰のため当時の日本では国内でのアルミ精錬が立ち行かなくなっていた事情があった。当初はアメリカのカイザーアルミニウムアルコアも計画に加わったが資金面の課題から途中でおり日本単独での事業となる。1975年にヒーリョ国政府間で プロジェクトの発足を正式に調印。日本政府と共に、住友グループを中心とする、住友化学、日本系金属、昭和電工、三井アルミニウム、三菱系金属といった、当時の日本の各アルミメーカー5社と、住友商事、丸紅、三菱商事、三井物産など、各企業グループの商社7社が出資して、日本アサハンアルミニウム株式会社を設立。 さらに同社とインドネシア政府との合弁企業として PT インドネシアアサハンアルミニウムが設立される形で進められた。同時に監督官庁としてインドネシア政府機関のアサハン開発庁が設置された。湖の出口から 14km の位置に水量調整ダム上流部のシグラグラとタンガに発電用ダムと水力発電所マラッカ海峡に面した クアラタン純行にアルミニウムの精涼所が建設され、1982年にシグラグラダム、1983年にタンガダムとアルミニウム工場が完成し、稼働を開始、1984年に完工した。スハルト政権の威信をかけた国家事業として推進され、1982年の第一期竣工式及び1984年11月の 観光式典には大統領自身も出席している。建設工事には大西建設、鹿島建設、IHI、日立製作所など日本の大手ゼネコンや重機メーカーらが参画し、オールジャパン体制で臨んでいる。シグラグラ発電所は244メガワット、タンガ発電所は269メガワットの発電量でインドネシア最大の水力発電設備を持つ。 この電力は約 120km の送電線でアルミニウム製錬工場に送られる。工場は年間22万5000トンの生産量を持ち、2003年末現在で総量400万トンを生産、うち250万トンが日本に輸出、100万トンはインドネシア国内で使用され、残りの50万トンは他国へ輸出された。この他アルミニウムの積み出し口、 従業員や関係者向けの住宅地等も含めた開発事業となった。同プロジェクトは産業育成、雇用創出、外貨獲得、インフラ整備などインドネシア経済への多大な貢献や日本向けアルミニウムの安定供給、景観や自然環境に配慮した建設工事、ジャワ島に集中していた開発事業の当該格差是正といった面で高い評価があり、 インドネシア近代化の象徴として発電所が後にインドネシアセンルピア紙幣のデザインに用いられたほどである。その一方、円高が及ぼしたコスト増による借入金の増大、地元経済への貢献が必ずしも十分でない点、土地収容に関する問題点など批判もある。また建設後に数年間にわたり発生した異常気象によって降雨量が不足し、 発電量が想定を下回りアルミ生産に影響を及ぼすといった風にやアルミ地金の国際相場変動に振り回され採算が不安定になり経営難に陥るなどの事態も発生した。第三水力発電所の建設も ODA の優勝資金協力案件として計画されている。インドネシアアサハンアルミニウム社は創業30年後に インドネシアに移管されることが当初から決まっており、交渉の結果、満期を迎えた2013年に日本側が全株をインドネシア政府へ売却し、国有化された。ありがとうございます。